ツバメチドリは、ちどり木、ツバメチドリかツバメチドリ属に分類される鳥類。インド、インドネシア、オーストラリア北部、カンボジア、シンガポール、スリランカ、ソロモン諸島、大韓民国、台湾、朝鮮民主主義人民共和国、中華人民共和国先部及び南部、日本、ネパール、パキスタン東部、パラオ、バングラデシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、 マーシャル諸島、マレーシア、ミクロネシア連邦、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ロシア南東部かきは中華人民共和国東部や、ロシア南東部、ヒマラヤ山脈などで繁殖し、冬季になると、東南アジアやオーストラリア北部へ南下し越冬する。日本には、渡りの途中で稀に飛来するが、局所的だが、日本国内での繁殖例もある。 全長23から26.5センチメートル。翼階長59から64センチメートル。お葉は,は長く、アルファベットの V 字状。お葉や翼がツバメを連想させることが和名の由来。上面は肺褐色で覆われる。腹部やおばき部の上面及び仮面は白い羽毛で覆われる。翼は長い。上腹服は肺褐色で、下腹服は赤い。 初列風切りは黒い。くちばしの先端は黒い。講子の色彩は黒褐色。幼鳥は羽毛の外縁が白や淡褐色。夏は喉は,は炭鉱色の羽毛で覆われ、目先から胸部にかけて炭鉱色を縁取るように黒い筋模様が入る。くちばしの基部は赤い。冬は喉は淡褐色の羽毛で覆われ、目先から胸部にかけての筋模様が不明瞭。 口しの基部は黒い。海岸や、干潟、河川、草原などに生息する。植生は、動物食で、昆虫などを食べる。主に飛行しながら口を大きく開けて、獲物を捕食する。集団繁殖地を形成する。地面を浅く掘って、散々に、小石や、貝殻などを敷いた巣で、日本では4の7月に1回に2から3個の卵を産む。 私有交代で放乱し、放乱期間は約18日。私有とも育成を行う。生後1年で生成熟すると考えられている。日本では稀に飛来していたが、近年は目撃例や繁殖例が増加傾向にある。これは河川回収や埋め立て地の増加に伴い、本種の映像に適した環境が増えたことが原因だと考えられている。 絶滅危惧注類。ありがとうございます。